有栖ス川流は、日本の書道の流派。高人新郎が記号した、ご聖門の原本霊源天皇から神官様を伝授された有栖ス川の宮の第五代、植人新郎によって天霊優美な工夫がなされ、流派として創始された。第八代、高人新郎と第九代、樽人新郎は、明治天皇と将憲皇太后の書道師範を務めた。 なおご家条のご正門の抄本は、高人新郎の手によるものである。明治以降は高人新郎から、嫁である、竹人新郎妃以降、さらにその次女、三重子女王に受け継がれた。三重子の子である、徳川菊子は、有栖川の宮の血を引くだけでなく、同家の妻子を継承する、信人新郎との婚約が幼少期から予定されており、十五歳頃から、本格的に母から、 アリス川流を習い始めた。三重子は、アリス川流を書くのが難しくなるという理由で、女子学習院に願い出て、菊子に、小野江流を学ばせなかった。1930年に菊子は、高松の宮信人新王と婚姻した。習い始めて、約8年後の1933年、三重子が成去し、以降、菊子は、 昔の新能が書いた折手本を参考に独学で学ぶようになった。昭和中期に入り、高潤高后から、君さんのところは、子供がないから、アリスガ流がそこで耐えてしまう、もったいないとして、日立の日花子に教えるよう沙汰があったため、以降、花子日から毎月和歌の短冊が送られてくるたびに添削をするようになった。さらに、昭和後期に、 綾宮文人親王が父し、父皇太子、明き親王を通じて信人親王のような字が書きたいと申し出があり、信人親王が、ひくこに習わせるようにさせたことから、文人親王に対しても、和歌の添削を行うようになった。文人親王は手本にない文字を歌に読み込むこともあり、ひくこは別々の字から変と作りを探して、工夫していた。あり川流を書くための筆は、 中に紙芯を入れた特製のものであった。平成初期前は、富士の運兵と勝木平蔵が手がけていた。ありがとうございます。